Space Monkeys TV。 こんにちは、モンキャス TV のサボちゃんです。今日はどちらがブルーギルを釣れるか、本物と偽物、どっちが本物か勝負していきたいと思います。それでは行きましょう。ニンジン。はい、ということでですね、はい、どっちが本物と投げるか早掛け勝負。タケルです。タケルです。よーい、スタート。どっちがブルーギルを海で釣るか。タケルといったらブルーギルだからね。ここで釣ったらもう本物っすよ。本物だね。早掛け対決。あれやばい、早掛け対決で先生が釣りました。竹ながらの先生が一本取りで行きたい。データ管理が釣りすぎちゃって、釣りすぎ法違反ですよ。水産資源を大切に。水産資源を大切に。だから何で釣るんだ。怒らない怒らない。だから資源を愛そうなこと。これてか早くかけてくださいよ。ドゥドゥドゥって何で、ドゥドゥドゥって入ってますよ魚。ちょっとアクション強すぎたんでゆっくりやります。わかりました。優しくね。タケルはタケルはそんなことを気にせずずーっとホール出ないです。あ、優しい優しい優しい。これで釣れたらこの釣りのやり方みんなやってください。みんなやってくださいね。はい、わかりました。1キロ持ってかれそうだけどね。で、竿を操るとどうなるんですか。その優しい巻き方と、それや優しい巻き方。あ、なるほど、優しい。腰を使ってるね。いい波を乗ってるよ。いい波を乗ってる。行け。 YouTube 再生ボタン。それちょっとやりすぎだな。やりすぎだ。トントンくらいがやったね。トントンくらいがやったっすね。本当に当たったみたいな感じでギューってやってくれた。びっくりした。マジで当たったかと思いました。いや、当たったんじゃなくて、なんだこのバイブレーション。当たったっすね。助長みたいな。当たって当たりじゃなくて、じゃあ知らん、分かんないから。そうそうそう、なんか揺れたぞ。そう。当たりの時はあまり対戦したことないんで、叩いてもダメなんですね。分かってる人は分かるんですけど、ね、慣れた人に伝わる伝わるやつだけど、ただ揺れたとしか感じないです。向こうがかかってますよ。向こうがかかってますよ。どのくらいでかかったんですか。もう揺れ臭ですよ。揺れ臭。かっこよかった今のフッキング。いや、マジっすか。あやかけ対決はもう里金さんの勝ちだな。これ今いいフッキングだったね。あの腰を見てください。あの腰を入れよう。短パン野郎の腰を。うぃー、釣れたー。勝者は偽物かけるでした。偽物。偽物って言っちゃったからね。言っちゃった。そう。優しさが出ました。優しさが出ました。以上、セモンとあけるでした。はい、チャキン。久しぶり久しぶり。なかった最近。最近。釣りすぎ法違反ですよ。